いつもご視聴ありがとうございます。りょうちチャンネルへようこそ。さあ、本日は解説動画第3弾ということで、今回はですね、ちょっと家宝についてお一つ、皆さんにね、おすすめしたいこと、個人的にね、おすすめしたいことがあったんで、ちょっと動画の方、解説動画の方ね、したためてみました。まあね、すでにね、知ってる方も中にはいるかもしれませんが、結構、周りに言ったら知らない人も、知らないというよりは、あ、そういう使い方があるんだというね、まあ、反応をね、されてる方が結構いらっしゃったんで、ちょっとこれもね、皆さんにお伝えしたく動画にしてみました。それではね、本編の方に行きましょう。という前に、前回、解説動画ね、第2弾で、こちら。はい。名将主練戦国立志伝、どっちに力を注ぐべきか。こちらの方ね、動画上げさせていただいたんですが、スケジュールの欄で、一つ、皆様に停止しなければいけない点がありましたので、今回その訂正をしてから本編の方、行こうかなと思っております。毎月の第1週から第2週にかけてのあたりで、名将試練の方が来るというふうにお伝えしましたが、はい。今回ですね、2022年10月5日現在で、まだ名将試練の方、表示が出てきておりません。で、もしかしたら、日付切り替わって10月6日になった時点で月曜日のところで出てくる可能性もあるかもしれませんが、後々ですね、攻略サイトの方で調べましたら、戦国立志伝は固定イベントとしてスケジュールに組み込まれているというふうに、なっているんですが、名将試練に関しては不定期開催っぽいです。どうやらたまたま長宗我部とネネと、津軽為信さんがたまたま時期がほぼ一緒だったというだけであって、今回のね、10月に関しては第1週から第2週にかけて今のところ情報は出ておりませんので、もしかしたら今月は来ない可能性もあるので、そちらだけ訂正させていただこうかなと思います。本当に申し訳ございませんでした。ただね、なくなるイベントではないと思うので、どこかしらで開催される、もしくは1ヶ月今月はないかもしれないっていうような月があるかもしれませんが、まあ、重要度に関しては、内容にしてはね、今後改定等がない限りは、現状、2022年の10月の5日現在では、名将試練、僕の中では激推しイベントなんでね、そこだけはね、頭の中に入れといていただければなと思いますんで。はい。じゃあそんな感じでね、今日、家宝のおすすめの方、本編参りましょう。どうぞ。さあ、それでは早速、家宝本編、おすすめ家宝の方をね、皆様にお伝えしていこうかなと思ってます。皆さんね、やっぱりね、どうしても UR だったり、SSR の、こういうね、貴重度が高い装備、家宝で、まとめられたりとか、してる方も多々いらっしゃると思います。で、今回に関しては、最終ですね。資源最終に、これ結構使えんじゃねっていう、家宝がね、ありましたんで、ちょっと、使い方次第では輝くぞっていうのをね、お伝えしたいと思います。さあ、出てまいりました。こちら、梅松論。ランクで言うとレアランクですかね。水色なので。で、名声値、こちらもし買うとしても名声値1万で買うことができます。梅松論、こちら。まあ、これが梅松論と読むのがちょっと僕、わかんないですけど。はい。まあ、こちらね、メッセージ1万個通用することによって手に入れると。で、まあね、どの家宝も一緒ですが、付与効果に関しては買ってからのお楽しみというね、ランダム形式になっております。で、なんでこれがいいかと言いますと、はい。外れがございません。言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、最終に特化した家宝となっております。こちら右の欄見ていただきたい。これね、カーソル今合ってると思うんですが、最終に関して、銅線採集、食料採集、木材採集、採集、鉄鋼採集、そして、対二重上昇というね、最終に特化した、加法となってます。付与効果も。一番下で、プラス 0.5%。一番上でも 0.、プラス 8% とね、最終に関しては。で、対二重に関しては、プラス 1% からプラス 6% の間で、付与値がランダムでつきますよっていうね、感じなんですけど、これ先ほども言ったように名声値1万で購入できます。僕が何が言いたいかというと、これ全種類1個ずつ持ってて、
各最終ごとに切り替えるだけで、このね、付与効果が付与されるって意外と大きくないですかっていうことをちょっとお伝えしたかったんですよ、今回。まあ、こちらのね、数字に関しては本当ランダムなので、一概にね、100% プラスアーチが出るよとか、そういうわけじゃないです。まあ、もしかしたら 0.5% つくこともありますが、ある程度ね、明星値余裕があったりとかする方は、ここで最終の時の若干かもしれませんよ。数値で言ったら若干かもしれませんが、ここで効率を少しでも上げるっていうね、家宝の一つに組み込んでいただけるんじゃないかなっていうのをちょっと提案したいなと思って。はい。まあね、個人的には最低でも 5% 以上はついてるものを各種類。まあ簡単に言ったら 1,2,3,4,5 種類。まあ下に関しては元がこれついてるんで、無理にね、こちらの対20上昇は取る必要はないですが、まあ、付与効果ランダムなんで、出たら出たで取っておけばいいし、出なかったら出なかったで、無理して狙う必要もないですし、こちらの銅線採集、食料採集、木材採集、鉄鋼採集の、まあ、なるべく 5% 以上のものは、一式揃えておいてもいいんじゃないかなと、思いますんで。はい、そんな感じで皆さん、今回の家宝おすすめ梅松論いかがでしたでしょうか。まあ一つのね、やり方っていう形で皆さん捉えていただければなと思います。結構ね、家宝変えて、コツコツとやられてる方いらっしゃると思いますが、中にはね、もしかしたらそこまでしてないよっていう方いるかもしれませんが、これを機にね、今一度自分の家宝のね、見直しだったり、最終に出す際もコロコロと家宝を変えて少しでも効率を上げる。それがね、先頭であろうが、最終であろうが、これを一つ変えることによって少しでも、天守レベルを上げるね、近道になるんじゃないでしょうかという形で、今回お伝えさせていただきました。梅松論。さあ、皆さん、よかったらね、今回ためになったよっていう方いらっしゃいましたら、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と、よろしければね、高評価ボタンの方も、何卒よろしくお願いします。今後もね、こういった動画、曖昧まで上げていこうかなと思っております。もちろんね、ライブ配信の方も定期的に、イベントとね、新しいのが始まったりした場合はお伝えするためにもね、上げてまいりますので、よかったらそちらの方のご視聴も今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴の方誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。